まあ、グエルとシャディックあたりから振り返っていきますか、うん、はい。まあでもなんかやっぱり序盤の頃からこう対局というか、うんうん、なんか真逆な印象でしたよね、グエルとシャディックは、うん、やっぱりグエルは家族がいたじゃない、うん、いるじゃないですか、うんうん、まあ過去のキャラデザインみたいなのを見たら愛されて育ってきたんだなっていうのがすごく伝わる映画だったんですけれども、うん、シャディックは孤児じゃないですか、うん、だから家族というものがないまま、うん、多分育ってきていて、いつ家族を失ったかは分かりませんけれど、まあ、多分ちっちゃい頃に家族を失ったりとかして、うん、愛されている状況っていうのが多分なかったのかなって。そう、ね、なんかやっぱりどこかでずっと孤独を感じてた人なのかなとは思っていたけど、うんうんうん、最後にさ言ってたじゃないか、うんうん、やっとこう上が動くっていうのを言ってた、うん、だからもちろん本心でグエルとぶつかり合ってたと思うけど、よりこうグエルの怒りを買うようにわざと仕向けて、うん、あの嫌なこと言ってたじゃない、うん、お父さんのこととか。いや本当ですね、そう、そんな言い方しなくてもみたいなことを言ってたけど、うん、殺したのはお前だみたいな感じで、そう、うん、なんかでもそれも全部まあ自分のやりたいこと、その自分の目指してることを成し遂げるためにはこの状況だとそうするしかないっていう、なんか芝居じゃないけどさ、なんかそういうのもあったのかなって最後感じられて、なんかもうなんかシャディックシャディックな好きだよ私は好きだからねいやでもなんか自分の俺は俺の罪を肯定するっていう言葉を聞いて、うん、なんかシャディクのことを私はやっと好きになったような気がします。おー。